はい、こんにちは、116インズです。非常にハイレベルな争いとなっているナショナルリーグのサイヤング賞争いですが、今日そのサイヤング賞有力候補であるメッツのジェイコブ・デグロムがフィリーズ戦に先発しました。先週上げた動画でデグロムは他の候補2人、トレバー・バウアーとダルビッシュ有選手と比べて1回多く先発できることも踏まえるとデグロムが有利かなと話したんですけれども、この試合でデグロム2回に味方の守備の乱れなどもあって3失点をすると、なんとこれで降板してしまったんですね。球団によれば右ハムストリングの痙攣というふうに発表がありましたが、まさかのこのサイヤング賞争い終盤戦に来て思わぬ怪我に見舞われてしまいましたね。でベンチでデグロムとそれからコーチと監督の間で話し合っている様子も映し出されていまして、でおそらく降板が決まった時にデグロムがペットボトルを地面に叩きつける姿も映し出されていまして、本人もこの降板相当悔しかったんじゃないのかなと思いますね。で気になるデグロムの状態なんですけれども、怪我に関してはそこまで深刻ではないようですね。試合後の本人の会見によりますと、前回のブルージェイズ戦から少し足に違和感があったようでして、でなんとか無視して投げ続けようとしたものの、今日の2回終わった後にあのような形での降板となってしまったようですね。ただ本人は軽傷と発言していまして、違和感に関しても試合中にしか出てこないようですので、デグロム本人としても今季残り2000発スケジュール通りにしたいというふうにも考えているようですね。とりあえずそこまで深刻ではなさそうな点についてはデグロム本人にとってもそれからメッツにとっても良かったんじゃないのかなと思いますね。私もこの試合通勤中に追っていたんですけれども、デグロムが3失点しているという事実に驚いたんですけれども、その後3回にマイケル・ワカが登板してきて、デグロムどうしちゃったんだと思ったんですけれども、とりあえずそこまで深刻ではなさそうなので、そこは少しホッとしました。ただいくらデグロム本人が軽傷を主張しているからといって、果たしてチームがメッツがデグロムに関してどのような判断を下すかはまた別の問題なのかなと思っています。デグロムはこの後スケジュール通りに行けば9月21日のタンパベイレイズ戦、そして9月26日のワシントンナショナルズ戦に先発予定だったんですが、ただ今回のハムストリングの怪我でこの先発をスケジュール通りこなせるかが少々不透明な状態となっています。怪我のことも考えますと、メッツとしては次の先発までに少し日数に余裕を持たせたいところだと思うんですが、ただデグロム今季仮にあと2000発するためにはあと1日しか猶予がないんですね。レギュラーシーズンの終わりは9月27日ですので、仮に次回の先発が9月21日以降9月23日となってくれば、デグロムが今季2000発をこなすことは事実上不可能となってしまいます。メッツはプレーオフがギリギリ射程圏内にありまして、地区2位まで4ゲーム差、それからワイルドカード2枠目まで 2.5 ゲーム差という状況なんですけれども、ただ残り11試合しかありませんので、できればデグロムに2000発をこなしてほしいとは考えているとは思います。ただもう一方で今回デグロムが怪我をしたハムストリングという箇所は怪我を繰り返し再発しやすい箇所でもありますので、来季以降のデグロムの状態なども考えますと決して無理をさせたくないという思いもあるはずなんですね。プレーオフ、それからデグロムの将来なども考えますと本当にメッツは慎重な判断を求められるんじゃないのかなと思いますね。ただサイヤング賞争いという観点だけで考えますと、今日の先発でデグロムはサイヤング賞争いで交代してしまいました。2回3失点で防御率は 2.09、 これはリーグ5位の成績となりますし、奪三振も今日1つしか奪えませんでしたので、バーバーの83を超えることができず現在リーグ2位という立ち位置になっています。そして56回という投球回数も現在リーグ13位タイと、サイヤング賞争いをしているピッチャーにしてはちょっと少ないかなという印象を受けてしまいますし、またウィンズアボブリプレイスメントについても現在ダルビッシュ選手に次いで2位ということになっていますので、今日の先発前まではデグロムがサイヤング賞有力という見方が強かったんですが、これがたった1日で一転してしまいましたね。それこそデグロムが仮に今季残り2000発のうち1000発を逃すような事態が起きてしまえば、デグロムの3年連続サイヤング賞というのは非常に厳しくなってくるんじゃないかというところまで来ていると思います。となると先週まで三つどもえだったサイヤング賞争いですが、これがバウアーとダルビッシュ選手の一騎打ちになってくるかもしれませんね。まさかの YouTuber 二人によるサイヤング賞争奪戦という、まあ、シーズン前には全く想像していない事態が起きているんですけれども、現在バウアーが防御率 1.71 でリーグトップで、2位がダルビッシュ選手で 1.86 と、でさらに奪三振についてもバウアーがリーグ1位、ダルビッシュ選手がリーグ3位となっていますので、この二人の激しい争いとなるかもしれませんね。もちろんデグロムに関してもまだまだ可能性はあるとは思うんですが、ただ先ほども言った通り1000発でも逃してしまえば非常に彼の可能性は厳しくなってきますし、また今日の先発で防御率で大きく遅れを取ってしまったのは、仮に残り2000発できたとしてもデグロムにとって非常に痛いかもしれませんね。
先週の時点ではデグロムに全く付け入る隙はないだろうと、おそらく多くの人も感じていたと思うんですけれども、まあまさかこんなことになるとは思っていませんでしたし、まあただ結果として、日本人史上初のサイヤング賞、あるいは YouTube は史上初のサイヤング賞ということになる可能性も出てきましたので、残りのシーズンのサイヤング賞争い、非常に目が離せないものとなってきましたね。で、今後についてなんですが、デグロムについては先ほど2000発するかもしれないという話はしましたが、バウアー、それからダルビッシュ選手についても、今季残り2000発が予定されています。バウアーについては、ホワイトソックス戦、それからツインズ戦の順番で先発し、一方でダルビッシュ選手については、9月21日のツインズ戦、それからホワイトソックス戦と、バウアーと順番は逆ながらも、同じチームと残り2試合対戦することになっています。ツインズにしてもホワイトソックスにしても今季勝率6割以上を記録している非常に良いチームが相手ですし、また両チーム非常にバッティングの良いチームでもありますので、このハイレベルなナショナルリーグサイヤング賞争いを最後に決める戦いとしてはふさわしい相手なんじゃないのかなと思いますね。一方デグロムについてはまずは無事に次回先発を予定通りこなせることを願っていますが、ただ最低でもデグロムは7回を無失点に抑えないとダルビッシュ選手と防御率で並ぶことができませんので、残りの2000発レイズ戦とナショナルズ戦になりますが、非常に高いハードルとなってくるかもしれませんね。いつものデグロムであれば十分狙えるとは思うんですけれども、ただ今回怪我をしてしまいましたし、果たして本調子ではない中でどれぐらいのピッチングができるかというところが今後のサイヤング賞争いを左右してきそうですね。先週の時点では三つどもえとお伝えしましたが、まあそうは言っても最後はデグロムが3年連続サイヤング賞を受賞するでしょうと、動画のコメント欄でもそういった意見非常に多かったんですけれども、今回のデグロムの怪我、まあ不本意な形ではあるんですが、ナショナルリーグのサイヤング賞争いどのように変わっていくか、ぜひですね皆さんの予想なども聞かせていただけると幸いです。先週の時点では、まあ、冒頭でも少し言いましたが、さすがにデグロムが有利かなと考えていたんですけれども、ただこうなってくるとやはり日本人史上初のサイヤング賞、ダルビッシュ選手のサイヤング賞というところを個人的には非常に期待したいところですね。まあもちろんバウアーの YouTube での報告というところも楽しみにはしているんですけれども、こうなってくるとダルビッシュ選手をやっぱり応援したいなという気持ちが今自分の中にはありますね。果たして最後にサイヤング賞に輝くのは誰になるのか、ぜひ今後も注目して見ていきましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。